リホバースデーライブ4回目ですね。4回目。ありがとうございます。なんかポタポタしてるなんかポタポタしてるんですけど気にしないでください。一番気にしてるやん。ダーって水落ちてきたらどうしよう。いや、なんかポタポタってほら今もポタ速度が上がってる。前の店じゃない。カウントがね。分かっておきますわ。なんか大雨になったらどうしようと思って。はい。では気にせずに今日一日楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい。簡単に私たちの紹介をさせていただきます。私たち2人でシュシュという名前でユニット名で活動してるんですけれども、シュシュの意味なんですが、お気に入りよんっていう意味がありまして、私たち共通点があまりない中で音楽が好きってお気に入りの音楽で出会って、で一緒に音楽活動してて、最初は何も名前もない状態でライブを何回かしてたんですけど、そろそろユニット名を考えないとってなった時に見つけた言葉で、フランス語でお気に入りのっていう意味がありまして、まあ出会ったきっかけもそうですし、これからライブしていくにあたってこのライブでお客様にピアノの音とか、あとでバンドメンバーも入ってもらうんですけど、ギターとかドラムとかベースの音とか何かしら一つだけでもいいので、あとは曲のこの部分とかちっちゃいところでもいいので、何か一つお気に入りを見つけて帰っていただけるようなライブにしたいなと思ってこのユニット名にしました。なので今日もお気に入りを見つけて帰ってください。よろしくお願いします。はい、2曲ですね。あと2曲続けてシュシュとして2人でさせていただいて、その後、バンドメンバーさんに入ってもらって続けたいと思います。はい。で次に歌う曲は愛子の瞳っていう曲なんですけれども、私普段仕事で子どものスタジオのカメラマンをしておりまして、生まれたてというかお宮参りの時にニューボーンって言って赤ちゃん裸んぼの写真撮ったりとか、あとはお誕生日、1歳のお誕生日の、もう初めてのお誕生日、生まれて1年の初めてのお誕生日のお写真を撮らせてもらってるんですけれども、その時にいつもこの曲が頭に流れてくるんですけれども、お父さんお母さんが見守ってて元気にすくすくと育ってほしいっていう気持ちが込まれた曲だと思っています。歌詞の中に Happy Birthday to you って出てくるんですけど、決して自分のために歌ってるわけではないのでそちらだけはご勘弁いただけたらと思います。はい、はい、ではあともう一つ、名前のない空を見上げてというミンシアの曲なんですけれども、こちらも大好きな私たちが何回かやらせていただいている曲になってます。2曲ともとてもしっとりの曲です。眠たくなるかもしれませんがゆっくりと聴いてください。お願いいたします。
降り注い
スペシャルということで、豪華なメンバー様を入っていただいて、一緒にここから盛り上げていきたいと思います。はい、先にメンバー紹介しましょうかね。まずですね、あ、自分たちのことも言ってみたので、まず、まあ、こちらからいきますね。すいません。オンドラム、トモマ様、一番シュシュといっぱいやってますよね。そうですね、ありがとうございます。いつもお世話になっております。いや、こちらこそお世話になっております。はい、そしてですね、今回シュシュと一緒にするのは初めてでいらっしゃいます、ラッキーさんです。
と思います。はい、そしてですね、2年目ですよね、一緒にさせていただきます。2年生です、はい、去年はギターで入っていただいたんですけれども、今年はベースでやっていただきます、はじめちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして我らがシュシュのキーボード、ナオさんです。はい、そして本日の主役本日のって言ってしまった。はい、もうね、ここまで喋ったら皆さん分かっていただいたと思うんですけれども、喋るの下手くそなんで、こんな感じでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。リホでーす。はい、ではここからですね、2曲続けていきたいんですけれども、1曲目は映画7でも歌われてたグラマラススカイ、当てるよねグラマラススカイと、私たちシュシュが大切にしている曲で、虹という曲があるんですけれども、もう何回も何回もシュシュのライブといえばこの曲って定着していけたらいいなって思って大切に歌っている曲を、今日のメンバーと初めて合わせて歌いたいと思います。2曲続けて聴いてください。Yeah.
覚えて帰ってください、お願いします。はい、いいお返事をありがとうございます。はい、というわけでですね、どんどんやってきましたが、あと2曲でファーストステージが終わります。でもまたちょっと休憩させていただいて、その後また次はちょっとみんなで踊ったりして楽しいようなステージご用意しておりますので、はい、このまま聴いててください。はい、聴いててください。はい、あと2曲なんですけれども、次に歌う曲が Every Little Thing、 また明日と、ミーシアの愛の形を2曲続けて聴いていただきます。愛の形は、結構シュシュのライブ来てくださる方から何人かにリクエスト、この曲覚えてって言っていただいて覚えたんですけれども、自分ももう大好きになった曲でして、はい、去年1年大切に何回も歌わせていただいてきた曲となっております。で、また明日は私が好きな曲で2番のサビの部分で平凡な当たり前をずっと大事にできたらいいねっていう歌詞があるんですけれども、なんか毎日繰り返す当たり前のことが当たり前じゃないっていうことにとてもとても気づけた1年だったので、これからもその平凡な当たり前をずっとずっと大切にして生きていけたらいいなって思ってこの曲を選びました。はい、そうですね。はい、というわけで2曲続けて聴いていただきます。Thank you.
Thank you.
ここからですね、オールディーズナンバーで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そう、音おかしいなぁ。初めじゃないよ。おっちゃん、初めじゃないよ。いいとこ取ったら申し訳ございません。もう一度仕切り直していきたいと思います。すいません。よかったら一緒に踊ってください。Thank you.
ハイボール。コクシさんです。はい、ありがとうございます。盛り上がっていただきまして、一緒に踊っていただいてありがとうございます。はい、というわけで1曲ちょっとスローですね。スローナンバーをお届けしたいと思います。では聴いてください。2本目、あ、チミや。
ありがとうございます。すごいすごい。だとか、あとはここの会場になってから2回連続で来てくださってる方とかありがとうございます。とは28歳若っ若っ若っ28歳になります。はい、悪いやつ、はい、で今年1年で出会った方もたくさん来てくださって、本当にこうやってライブが毎年できるのは皆様のおかげだなと思っております。ありがとうございます。バースデーライブをきっかけにシュッシュを結成したので、シュッシュの結成4周年でもある大切な日なんです。はい、これからもシュッシュ頑張っていきたい。それを言おうと思ってさっき、おっそそう、シュシュがね、4周年目そうですよね。一生懸命ちょっとずつね、幅広げていけてますよね、毎年、はい、
1年ごとにライブの回数は増えてまして、本当にたくさんのお客さんに聞いていただいてるんですけれども、今年も頑張っていこうと思っておりますので、よかったらまた足を運んでくださると嬉しいです。お願いします。というわけでですね、今からラストスパート3曲続けていきたいと思います。盛り上がる準備はできてますか？衣装はできてますか？ではウルトラマンみたいな、ではではですね、今からはい、3曲続けて聴いていただきます。You are. Here we go.
Thank you.
ようとしてそんなリズム叩く。皆様ありがとうございます。ちゃんと用意してきました、アンコール。はい、これなかったら寂しい。そうですね、はい、ですね、アンコール2曲、あ、2曲って言っちゃった。2曲用意してきました。2曲お付き合いください。よろしくお願いします。1曲目、皆さんもとてもご存知の曲だと思います。ボーイミーツカーとか、いい、ね、ボーリンランとかあるんで、皆さんで一緒に歌ってください。よろしくお願いします。よろしいですか。はい、ではまだまだ盛り上がっていくぞ。You're looking to light your sky, what's the good?
します。スーパーフライで愛を込めて花束を聴いてください。